街歩きしてきて、そろそろカフェに入りたいと思いますが、ここいかがでしょうか。この橋の上、ただ満席かな。ちょうどね、あ、人が待ってるね。なるほど。橋の上のカフェは席が空いてませんでしたので、もう一つちょっとかなり雰囲気がありそうなカフェに入ってみたいと思います。地上だけじゃなく地下まで雰囲気あるから、グアナファトすごいな。
昼間の方が建物の色合いとか緑とか青空がいいですね。まあ、夜景も綺麗なんですけど、ピピラの丘、日中カラフルな、街並みを見るのもいいですね。昼もいいし夜もいいし地上もいいし地下も雰囲気があるという。いやもうね、グアナファトすごいね。ここは夜イベントが多分ありましたね。人が結構入っていってました。あとバーとかも多分あるのかなと思いますね。芸術を鑑賞しない人もここで、一杯やったりとかしてそうでした。ゆっくりと街歩きするだけで全然満足できちゃう、それがグアナファトです。